皆さんこんにちは。日本酒を担当します東澤と言います。よろしくお願いします。とかく日本酒と言いますとですね、他の教科と比べてまあ覚えることがいっぱいある、もうこの時代は無理、あの時代が無理、もう先生無理なんていうね声を聞くんですけれども、この講座ではですね、それぞれの時代のエッセンスだけ、もうここだけっていうものをですね、凝縮してお話をしようと思ってます。ですから大学受験で日本史を使う皆さんはもちろん、高校でですね予習や復習でこの講座を使っていただいてもとても効果あると思います。そういった意味でぜひ期待して私の講義をお聞きいただければなと思います。今回は序章ということで、私が担当する10回の授業内容を簡単にご説明したいと思います。まず一つ目ですね、律令国家誕生への道、ね、皆さんよく知ってる聖徳太子、まあ今は馬宿能なんて言ったりしますけども、そちらから天武朝と言いまして、律令国家というものが誕生するまでの流れをお話をします。2番目、奈良時代の権力闘争、まあ、奈良時代という時代はですね、人間がいっぱい出てきます。そのぐちゃぐちゃした権力闘争を少しお話ししようと思います。続きまして3番目、平安遷都と藤原氏ですね。前の奈良時代がですね、とても醜い権力闘争をしているもんですから、ある一人の天皇がもう都を変えちまおうということで京都の方に場所をお引越しします。そこからのお話、そして皆さんご存知の藤原道長なんていう人が出てくるお話が3番目。続けて4番目ですね、院政と平氏政権と書いてあります。前の藤原氏、道長、頼通のあの摂関政治がですね非常に強力なものでしたので、続けて入る天皇がそれじゃいかんということで天皇家が新しい政治の仕組みを作ります。それが院政というもの、その守護ですね、彼らを守るバックアップした役割がこの兵士たちですね。そのお話が4番。続けて5番目、鎌倉幕府と北条執権政治。この4番まではですね、政治の主人公が天皇だったり特定の貴族だったりするわけですね。それがこの5番から主人公ガラッと変わります。主人公が武士に変わるんですね。それが5番です。続きまして6番目、蒙古襲来と社会の変化。武士が出てきて長続きするかと思いきや、世界で最強の男が現れる。その影響が日本にも及びます。それが6番目の話。7番目、室町幕府と一揆の続発。鎌倉幕府に続いて武家の政権ですけれども、前の鎌倉とは少し様相が違ってます。したがって民衆からあまり受け入れられない政権でもあります。そんなお話が7番目。8番目、戦国の終焉と三人の男。室町時代にはですね、皆さんご存知の応仁の乱という日本史上最大の戦乱が起こった。それから始まった戦国時代を終わらせた三人の男、ね、織田信長、豊臣秀吉、そして徳川家康、このお話です。そして9番目、江戸政治史の1、10番、江戸政治史の2、ね、江戸時代長いのでちょっと半分に分けちゃいましたけども、徳川時代がいろんな政治を行っています。そちらを2回に分けてお話をします。皆さんこんにちは。日本史担当の東澤です。今回は第1回目最初ということで、はい、こちらになりますね、律令国家誕生への道というお話になります。律令国家というのはそもそも何なのかね、ここからお話になりますけども、簡単に言いますよ、律令ってのは
はい、これは法律のことになりますね。律令国家というのは要は法律に基づいた国家ということになるね。なんで法律に基づく国家が必要なのか、まあこれ今でも同じじゃないですか。法律がない無法地帯であれば何でもしたい放題ですよね。まして当時というのはですね、日本という国が外国、もっと言うと中国から見たら非常に蔑まれていた時代です。なんだあの国ね、法律もねえじゃねえか。あとでお話しますけど、挙句の果てにこれ天皇が女なんだ、ごめんなさいね、あまり意味はないですけども、そんな国で大丈夫なのっていうふうに思われてしまうわけなんですよね。ですから当時の政治家たちというのはとにかくまずは法律に基づいた中央集権的な国づくりを始めようとしたわけです。律令国家というのは少し分かりやすく言いますと、法律に基づく中央集権国家ということになります、ね、中央集権というのは天皇を中心としてそこに全ての権限権力を集める国家のことを言います。天皇に全ての権限を集める必要があるのか、あったんですね。この当時はですね、中国に強大な国家が久しぶりに出来上がった。それを隋と言います。日本からしてみたらただでさえでかい国土のところに大きな統一国家ができた隋という、やーべでけえなあれ、いつ日本が飲み込まれるかわからないというですね、国家的な危機感を彼らは持っていた。その危機感がやがて日本という国を天皇を中心にまとめていかなきゃいけないという考え方につながった、ね、よってこの中央集権国家というものがこれから出来上がっていきます。今回の講座ではこの中央集権国家が出来上がっていく過程を序章、展開期、そして結末という3段階でお話ししようと思います。早速では序章プロローグですね、最初のお話から入ります。日本というのがですね、中央集権に目覚めたのが、はい、誰かの政治、これが一般的にね、日本史では、もう一回ですね、これね、はい、では早速1番序章というところから話をしていきます。最初は何とかの政治、これ誰でも知ってます。昔は聖徳太子って言いました。最近はこんなことを言っています。馬宿の王、馬宿の王、言いにくいぐらいですね、言いにくいですね、はい、聖徳太子、今は馬宿の王なんて言ってますけども、はい、彼の政治から見ていきます。聖徳太子というのは存在しなかったんじゃないかなんていう人も言うぐらい、最近ですねこの人間の信憑性が非常に疑われてます。なぜかというとですね、そもそも今からお話しする政治、彼が独断でやったとは到底思えないという節が出てくる。なぜかと言いますと、ここに書いてある大臣、大臣って読まないね、大臣誰々の協力と書きましたけども、彼がリーダーシップを取ってやったんじゃないか、こちらの方が最近では強力な説となっています。その中心人物になったかもしれない人が蘇我の馬子という人ですね。馬子は自分の蘇我家を大きくするために崇峻天皇という天皇を殺してしまったこともあろうに、天皇を殺して自分が都合のいいように、自分が政治をしやすいように新しい天皇を立てた、それが推古天皇だと言われてます。
推古天皇はご存知のように女、ね、女帝でございます。もういい年のおばさんでしてね、うまくからしてみたらワンポイントリリーフ、野球でわかりますかね、本格的な政治改革をしていく前のワンポイントリリーフとして考えていたんですけども、このおばさん結構長生きしちゃいまして、実はこの馬宿のよりも長生きしちゃった。もしかしたら推古天皇がワンポイントで済めば彼が天皇になったかもしれない。そうすると今からお話しすることが全然変わっていたのかもしれませんけれども、はい、まあ、こういったですね、3人のそれぞれの力によって今からお話しする政治が行われました。では見ていきましょう。1点目、594年、仏教交流の御事の理というのが出されますね。はい、日本に入ってきた仏教、これはやはりいいものだからみんなで広めようぜっていう天皇からのお話です。それに基づいて馬宿の王は2つのお寺を建立します。大和、奈良県ですね。はい、奈良県といえば法隆寺、ね、奈良県に法隆寺。次、河内、今の大阪ですけども、河内に建てられたのが、四天王寺というお寺ですね。はい、あの有名な佐田の幸村もですね、ここで戦死したと言われてますけど、はい、四天王寺、これが河内の国、ここ大事ですよね。法隆寺と四天王寺、この2つのお寺を馬宿のが建てたと言われてます。さらにちょっと難しいね、こちら三行の義書、三行の義書ね、まあ難しいんですけれどもね、3つの難しいお経がありまして、そのお経の注釈書、分かりやすくしたものを三行の義書というそうですけれども、聖徳太子馬宿の王はこれをですね、作ったと言われています。三行の義書、はい、続けまして、2点目に行きます。ここからは皆さんよく知ってますよ、はい、603年、漢字でね分かるかと思いますけども、はい、官位十二階の制ですね。氏族というものに象徴される豪族の再編成のためにやったと言われる官位十二階。そして604年、こちらでお分かりかな、官吏への道徳的な訓示ね、名前は憲法ってつくけど別にそんな難しいものじゃないね、こういうふうにしたらどうなんていうものを、はい、17個作りました。憲法17条の制定ということになりますね。はい、ここら辺はね定番ですので、きちっと覚え切っちゃってください、ね、では続きまして4点目に行きますね。書いてあることいっぱいありますね。一番大事なんですけども、先ほど言った隋、ね、中国の久しぶりの統一王朝隋、大きいんですね。その大きい隋に対して馬宿の王は真っ向勝負に行くわけです。真っ向勝負ね、どういうことか後でお話しますけれども、遣隋使ね、隋という王朝に使節を送りましょう。なんでそんな使節を送ったのか、歴史的意義ね、よくこういうことをね大事だよって言うんですけどもね、はい、どんな意義があるのか、なんとかな国交関係の構築、漢字2文字になりますけど、なんとかな国交関係の構築、先ほどでお話しているように、もうそもそも中国と日本ではこのぐらいの差があるわけです。中国の方がもっと上かな、日本もっと下かな、こういう対等ではない関係がずっと続いています。詳しくは作法体制なんて言うんですけども、その作法体制の打破を目指す馬宿の王は国が大きかろうと小さかろうと、そもそも国であればお互い対等なんだ、対等なあくまでも関係としてこの二国間を見据えていきたい
ということで彼は遣隋使を派遣したと言われています。それがですね、よく資料の中に出てきます。遣隋使はここにありますけども全部で4回出されてます。ちょっと1回目は省いてますけれども、第2回皆さんご存知の有名な文ちょっと見てみます。ここに書いてみました。いきますよ。日いずるところの天使、ね、日いずるところの天使書を日没するところの天使にいたす、つつがなきやうんぬんと言ってます。さあ、ここでよく定番の問題が、ここ日いずるところの天使って誰なんですか、あるいはこれはどこの国のものを指してるんですか。日没するところの天使って誰なんですか、あるいはどこの国なんですかっていう話なんですね。太陽は東から出て西に沈みます。頭の中に世界地図を出してみてください。それをアジアだけに凝縮、あ、ぎゅーっと縮めてみてください、ね、そうすると日が出てくる、太陽が出てくる東側に存在するのが我々の住む日本、それに対して日が沈んでいく西側に位置するのが中国だということが分かってもらいたい、ね、はい、つまり推古天皇が書を隋の煬帝というものに出しました、お元気ですかっていう内容なんですね。まあこれだけ見れば普通だっていう感じを持たなくもないんですけども、先ほど言いましたけど中国隋というところがここにある、日本はこんな下、こんな上下関係がある中で日が出る日本から日が没する中国隋に書物を送る、初めから上下関係があるんだったら対等にするためにはこういうふうに日本を上げていかなきゃいけない、言い方を変えると中国を下げなきゃいけない、ね、それをこのような言い方で間接的に言ってるわけです。太陽が出る、なんかこれいいイメージがありますよね。日が出てくる方から日が沈んでいく、沈んじゃう、悲しい、お前んとこの国日が沈んじゃうんだよ、僕のところは日が上がってくるんだよ、ね、初めからこの上下関係をこういう表現を使うことでぐーっと対等に持ってこようとした、これがこの文面から読み取れるということなんですね。あともう一点、この第2回の遣隋使、はい、派遣されたのは誰ですかね。はい、皆さんご存知の小野妹子という人ね、合わせて確認しておいてください。続けて第3回、これはもう明らかに対等だなんていうふうに読み取れるところが多いですね。はい、その中の一節出してみました。東の天皇、天皇ですから日本って分かりますね。東の天皇が慎みて西の皇帝、ね、同じ表現です。太陽が沈むのが西、中国の皇帝に申しますよ、はい、まあ定年語を使ってますけれどもね、はい、これを見ても対等な関係を意識しているということが読み取れます。なお同行者のお話になるんですけども、この遣隋使に同行した3人の人間、これが大事なんですね。例えば1人目、名字書いておきましたよ、南淵の、はい、松庵、南淵の松庵、続けて高婿、黒麻呂、あるいは玄理とも読みます。3人目、お坊さん、漢字1文字で民、ね、宋の民、この3人が同行したということで有名、特に分かりますか、
南淵の松庵は一生お坊さんで終わったので特にこれで終わってしまうんですけども、この二人、高向の黒丸と民、この二人は何々における理論的な指導者になって日本を支えたんです。何ですか？次にお話しする大化の改新、誰でも知ってますね。大化の改新のリーダーとして彼らは成長していくんです。隋にわたって隋中国の優れた文化文明そして政治の仕組みを日本に持って帰る。そして彼らは日本流の政治の仕組みを打ち立てていくわけですね。ズバリこの大化の改新というのが律令政治の発展期ということになります。話を戻しますけども、第4回、ね、第4回の施設ということで一人乗っけておきました。はい、犬神の三田月、好きですねこれ、犬神の三田月という人。はい、第4回の施設ですけども、第4回っていうのはこれこういうことを意味します。最後なんです。第4回がなんだっけ、最後の遣隋使になるわけですね。三田月は最後の遣隋使でありながら、最初の何々としてまた中国に行ってます。中国に行ってますね。遣隋使の次とくれば、はい、皆さんご存知の今度は遣唐使。はい、ここ大事ね。犬神の三田月といえば最後の遣隋使、そして最初の遣唐使として覚えておいてください。以上、馬宿の王のお話でございました。